皆さんこんにちは、梅島茂です。土屋順次の治療のヒントプラス、先生本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はですね、質問をいただいております。はい、ズバリ、手裏はしびれ、マッサージではしびれがどうしても取れませんというですね、あ、お悩み質問をいただいてますので、はい、よろしくお願いします。皆さん、いつもちょっとお願いなんですけれども、この YouTube のチャンネル登録とですね、もし内容も良ければ、チャンネルボタンを押していただけるとすごく嬉しいです。はい。あと、LINE の方 の、 公式チャンネル、こちらの方の登録もぜひよろしくお願いします。お願いします。今日はですね、大阪の方から30歳のマッサージ師さんからちょっといただいています。はい。はい、土屋先生、梅島さん、いつも仕事帰りに楽しみに視聴しています。ありがとうございます。ありがとうございます。また、昨年末と新春とライブ配信を連続していただきありがとうございます。はい、とても参考になりました。このような企画ものを今後も楽しみにしていますが、末永く活動をしていただくためにもどうぞお体にお気をつけください。ありがとうございます。はい。さて、私はいろいろと諸事情があり、治療院からマッサージ専門店に転職いたしました。うん、そこで専門店ということでマッサージばかりしなければならないのですが、どうしてもしびれが取れないお客様がいらっしゃいます。以前の治療院であれば電気の治療器やストレッチをしてみたりといろいろとやり方を選べたのですが、マッサージだけでしびれを取る方法を知りません。うん、どうやったらしびれを取れるようになるのか、またマッサージではしびれは取れないのか、ヒントを教えていただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします、ということですね。はい、この方は転職をされたんですね。はい、まあ、もしかしたら資格をお持ちなんでしょうね、きっと。だから、針とか、柔道整復師さんとか、なんか、なんじゃないですかね。ということですよね。はい。で、マッサージ専門店に転職されて、その中で患者さんで、どうしても痺れが取れない。はい。というお客さんがいらっしゃるということで。はい。まあ、ただ、マッサージしかやっちゃいけないんじゃないですか。あ、そっかそっか、そういうことですね。はい。で前の治療院はいろいろそのいろんなことをできたんだけれども、はい、ということですね。はい。あ、じゃあ治療院では治すことができたんですか？できたんじゃないですか。あー、なるほどね。はい、で今のマッサージだけで、あるんですか、ちなみにマッサージだけでしびれを取る方法っていうのは。いやー、結構厳しいですね。マッサージで取れないっていう場合は取れないですね。あ、マッサージで取れるケースもあるんですけど、はい、はい、取れないケースの方が多いかな。取れない時は、うん、それは違う方法をやらないといけない。違う方法を、うん、電気とかなんかストレッチとかって、他の方法でやると取れるんで、うん、それ使えないとなったら厳しいですね。うん、ああ、厳しいですね。はい。なるほど。で、ちょっと冒頭のですね、ちょっと質問に、はい、戻ってしまうんですけども、はい、その、まあ、しびれってどういう現象ですか？まあ、正座の後の、しびれだよみたいな、先生おっしゃいましたけど、はい、非常にわかりやすくて、場所が結構なんか固定されてる、決まってます、はい、どの辺が多いんですか、しびれっていうのは。末端に多いんですよ、うん、体の真ん中、腰がしびれるってほとんどっていうかないですね。あー、で、腰がしびれてるんですか。はい、脳からずっと、神経がこう、うん、脊柱の後ろ側こう降りてきて、うんうん、で脊柱からどんどん枝分かれして腕とかなんか足とかに行くんで、脊柱の中も脊柱の詰まって管が細くなって締めるっていうまあ病気もあるんですけど、それはちょっと特殊なのでそれは除いて、であとどっから痺れるかって言ったら飛び出した以降なんですよ。ああ、神経がこの、はい、背骨で守られてるから飛び出しさない限りどっかでなんか椎間板が、ね、突出してヘルニアっていう形で、うん、当たる場合もあるんですけども、それも最近分かってきてるのはかなり神経は背骨の間では緩かったりこう柔軟性があるので突出してぶつかってても症状はあんま起こんないんですよ。それよりはそこから飛び出て、で結構狭いとこずっとこう末端の方まで行くので、でそれの狭いとこが筋肉だったり筋肉と筋肉の間だったりとかで、でそこが硬くなったり癒着してくったね、靴動かないとかってなってくると一緒にやっぱり締め付けがあってって、で締め付けられた場所よりも末端に出るんですよ、しびれって。あ、
ちょっと先の場所で、はい、痺れられたところではあんま出ないんですよ。あ、そもそもその痺れっていうのは神経が痺れてるんですか？どう神経が痺れてるんですけども、皆さん勘違いしてるし、はい、専門学校とかで教えないんです、国家試験の問題にもないんですけども、痺れっていう感覚神経はないんですよ。あ、痛み の感覚神経はありますよ、はい、だけど痺れ専門の感覚神経はないです、人間は。はい、じゃあなんで痺れるかって話じゃないですか。はい、そうなんですよ。で、感覚神経っていろいろ感覚なんで、で、なんかセンサーが察知して、脳の方に情報を送るっていう、そっちの流れの方を感覚神経って言われてるんですね。はい、脳が感知する。っていう定義で言うと、例えば血中の中に二酸化炭素がどれぐらいこう増えてきたら酸素入れないといけないですか、そういったセンサー、感覚神経もあるし、関節が動いたら動いたよっていう電気信号を送るのもあるし、いろいろなんですけども、痛みもそうですね、痛みもそうですね、痛いぞとか筋肉伸ばされたぞとかっていうような感覚神経のうち、特にまあ神経が伸びるんじゃない、筋肉を伸ばされたとか、関節が動いたとかっていう運動器っていうんですけども、運動する姿勢を保持するような感覚神経の、神経が圧迫された時に、本当だったらそういった位置が変わったよとか引っ張られたっていう情報の代わりに、痺れっていう感覚異常ですよね。難しいですよね。本当通常だと、はい、関節が動いたとか引っ張られたっていう信号が脳に行くのが、そうじゃない痺れの感覚として脳に行っちゃうんですよ。あー、なるほど。あ、じゃあ実際は体は痺れてないんだけれども、脳がそういうふうに痺れてって判断するってことですか？ちょっと違う。痺れの感覚神経はなくて、感覚神経なくて、はい、はい、そもそも違う機能として動いたっていう情報が上がるような神経が、しっかりと酸素と栄養がなくてずっと締め付けられてるから、うん、で神経も細胞の一つですから、うん、それが痺れっていう、まあ、現象というか、うん、感覚を脳に送るんですよ。ちょっと半分ぐらいです。じゃあ、はい、今酸素栄養の話しましたけども、正座でしびれた後、はい、どうやったらしびれ直します？あー、なんか無理やり立とうとしても立てれないんで、はい、とりあえずなんか足を伸ばしたりとか座りながら、正座とりあえず外すと、まず外して、でもまだちょっとジーンとすごく残ってるから、はい、そのままでもいいですし、はい、もっと早く直そうとしたら動かすといいんですよ。あ、動かすと早く酸素栄養が行くんで、ね、元の機能に戻って、痺れの感覚ってなくなるじゃないですか。そうですね。はい。で、通常通りの、はい、うん、筋肉が引っ張られたとか、うん、関節が動いたっていう情報を取る神経の機能に戻るんですよ。だから自覚はできないですよ。はい、自覚はできないんですけども、じゃあ正座した直後に立ってみてくださいよ。立てないじゃないですか。立てないグラグラしちゃって。はい、あれそうです。だから本当だったら倒れそうになる前に、位置がずれてるとか筋肉引っ張られてるっていう情報が上がって、すぐもう反射的に筋肉も曲がっちゃいけないって言って支えてっていう反射のループが回せないんですよ。ああ、機能しないってことですか？はい。ああ、なるほど、そういうことか。それが、まあ、他の部位にも結構そういうような、それが手とかにも出るんですよ。親指がとかって決まった神経のあるどっかが圧迫を受けると決まった場所に出るんで、あ、これは首の何番目から出た神経だねとかって分かっちゃうんですよ。なるほど、はい、今先生その酸素と栄養が不足してしびれるとおっしゃいましたけども、はい、それが原因だけ、それだけが原因っていうわけじゃないですか？いや、ほとんどそれです。あ、ほとんどそれなんですね。はい、床ずれして、はい、で腰の部分にずっと、はい、圧迫受けてるから、はい、でそこも動かさずに、はい、組織同士がくっついちゃって、はい、しかも圧が加わってって、もう、はい、それこそ圧迫じゃないですか。あ、でいって、ま、末端の方に足、下肢の全体がこうしびれちゃうとか、はい、うーん、そう、正座がすごくなんかイメージしやすかったんですね、はい、ずっと同じ
形でずっとなんか、はい、で体重も乗っかって圧迫されてるな、はい、だから酸素栄養っていうのはまさに言ってないんだなってすごいイメージができたんですけど、はい、まさに他のところもそういう、そういうの、そういうのしかないです。なるほど、はい、でもごめんなさい、手の先がしびれる、はい、でしびれの原因はその栄養と酸素が不足している、はい、でも普段は別に圧迫されるようなことってあんまりないじゃないですか、手の指先とかって。いや、それがさっき言ったように圧迫した場所は手じゃないですもん、末端なんですよ、神経の。そういうことか。で大体ですけども、はい、背骨から出てる直後のあたりとか、あるいは特殊なとこなんですけども、はい、首から出て、はい、で実は鎖骨の下を通って、で脇の下を通ってっていって結構隙間隙間を行くんで、そこのある部位がなんか、もう機能的に動いてないとか、もう圧迫してるっていう状態になると、例えば鎖骨なんてカバン重いものを上から肩にかけたら下に押し下げられて、で肋骨と、まあ、胸郭と鎖骨がこう潰されるんですけど、その下にはまさに神経通ってるから、それで圧迫受けてしびれが出ますし、指先に出るんですよ、はい、鎖骨の下で出ないですよ。あ、なるほどね、はい、でもうちょっと進めると、ちょっと今理解いったんで、はいはい、神経っていうのは、うん、なんかずっと脊柱からこう出て、うん、で末端に行くじゃないですか、うん、で末端に行く指先もなんか感覚をまあ認知するけれども、指先に行く途中の腕とかも、うん、同じ神経が、うん、その感覚を、うん、認知するっていうんじゃなくて、一神経一局所なんですよ。一神経一局所、はい、なので末端まで行くって言いながらも、はいはい、それぞれ肘のとこまでの神経、腕のところまでの神経、指までの神経っていって、同じとこから長さの違う神経が徐々にこうやって枝分かれしてるんですよ。そうなんだ、はい、そんなに器用にできないです。だから、神経の先っぽで感覚を察知するだけで、神経のロープのところでは察知できないですよ。ああ、途中の部分であるんですね。はい、はい、ああ、なるほどなるほど。で、それが束になってるんですよ。だから、はい、束になってて、それぞれの長さのところで自分の担当する局所のところがこうずれてってるだけなんで、でそれが締め付けられるじゃないですか。締め付けられて、一番最初に酸素栄養がなくなって影響を受ける神経って、長さで言うと長い方が短いより先に影響を受けやすいんですよ。なんでだと思います？長い方が影響を受けやすいんですか？はい、なんか短い方が距離が短いんだと思ったんですけど、あ、なんでだろう、長い方がなんで、長くて、うん、もっと言うと長くて神経も太さがあるんですけども、はい、太い神経の方がすごく影響を受けるんですよ。影響を受ける、はい、それだけその局所っていうか、まあ、首とか肩とか実際のそのところと、はい、思いっきりつながってるって変ですね、はい、何だろう、何ですか思い浮かべてほしいのが、大きい体が大きくてもうふくよかな人と、はい、体細くてちっちゃい人が、はい、急に断食すると、はい、あるいは世界の終わりが来て、はい、急に食事が取れなくなったっつって、はい、誰が最初に苦しむと思います？それ痩せてる人ですよ。いえいえ、太ってる人ですよ。そうなんですか？なんでですか？太って体大きい人、基礎代謝って知ってます？あ、聞いたことない。みんな同じじゃないじゃないですか。あ、1日に必要なカロリーっていうのは、体大きくて筋量があるような人たちの方が、ものすごくエネルギーが必要で、ね、食べてる量も多いじゃないですか。多いです。それがバチンってこう切られると、ものすごい大変ですよ。そういうことか、はい、そもそも必要とするそのカロリーが違うってことですね、はいはい、でカロリーで筋肉は使わなくても熱を起こすために使ってるので、はい、それが一気になくなっちゃって、うん、って言って体の大きい人たちはもう熱作るのがちょっともう体全体で薄く作るしかないですから、うん、すごい大変なことになっちゃいますよ。なるほど、だから体の大きい人から苦しんでって、効率のいい体が細くてちょっとし食べるだけでもう全然平気な人、もう全然影響を受けないですよ。それってしびれ？同じです。体も、はい、細胞も、はい、体積が大きければ必要な酸素と栄養量が多いですから。あ、そっか。だから
長さが違う束となっている神経をバッと締めた時に、うん、酸素栄養が、うん、なくなって、うん、一番最初の影響が出るのは末端なんですよ。あ、だから神経が太い方が影響が出やすいってそういうことです。そうです。より多くの、その栄養酸素を摂取してる、はい。はい。だからそのままずっと締め付けられていくと、うん、末端から徐々に中心の方に向かってしびれが広がってきます。だ正座もずっと本当にもうずっとやってたら、だんだんももの方に行って、あ、どんどん上に上がってきます。一番最初は足から行かないですか？膝じゃなくて。そうですね。本当に足の指ですよ。はい。で、指から行って、まあ膝の方に行って、まあ大体もう膝がすんごい痺れちゃったら、それ以上あんまやないと思うんですけど、うん、まだまだずっと我慢してたらもっと上がってくる。そうですね。はい、あ、どんどん上の方に行くんですね。はい、じゃあ、太っている方の方が痺れやすいんですか？そんなこともない。あ、それは違いますね。今神経の例えを言っただけなので、神経の太さは人類結構共通なので、はい。ただ太さで神経の感覚神経の種類が違うんですよ。太いと電気が流せる量も多くて速いんですね、伝達速度が、はい。それって動作をするときに、バランス崩してないとかっていう、大体、そういった運動するとき、姿勢を保持するときのための情報を上げる、感覚神経が多いんですよ。うん、別に酸素栄養が足りてる足りてないとかっていう、血液中の二酸化炭素の量を測るとかっていうのは、遅くてもまだいいんですよ。あ、はい、なるほど。で、それが、そういった神経と別で、それは毎秒すごく何キロってすごい速いんですけども、一方で痛みでも鈍痛みたいな鈍い痛みの場合は1秒間に50センチぐらいしか伝達速度ないんですよ、遅くて。だから脳、足先の痛みを感知するのに脳まで2秒間かかるんですよ。結構かかりますね。はい、2秒間ってすごく長くて、まあ、簡単な話で言うと100メートル走ってる時に、もう話簡単にしますけども、あれって、世界最速の人たちは、100メートル10秒だから1秒間に10メートル走っちゃうじゃないですか。すごいですね。2秒っていうことは20メーター。20メートルって結構ですよね。で、大体、30何歩とか40歩で行くんですけど、まあ話簡単にして50歩で行くとして、で、1歩2メーターじゃないですか。一歩2メーター、はい、さっき20メーター行っちゃうって言ってたから、うん、10歩動いちゃってるんですよ。痛みが脳に伝わるまでに。なるほど。めちゃくちゃ遅くないですか？結構遅いですね、はい、だから怪我してから脳に痛みが行くまでに、はい、さ、動いちゃってるじゃないですか、ずっと。ああ、そういった脳から遠いその末端の部分だとそうなりやすいってことですか？違います。感覚神経の種類の話ですよ。感覚神経の種類の話、はい、それが、はい、筋肉が伸ばされたとか関節が動いたっていうのになると秒速何キロとかものすごい速いんで、うん、足をついたらすぐもうついた感じがこうだって脳に上がって、それですぐそれで修正するっていうのができるんですけど、うん、痛みはそうやってゆっくりとかっていうので、感覚神経の種類によって、そういうことか。あ、はい、しびれがそういう遅い速度になりますよっていうこと。違います。そこをお茶してます。難しいな。しびれは感覚神経はないです。ない、そもそもないです、ね。なくて、動きに関する情報を上げるものが早いです。あ、で、温度を察知するとか、はい、痛みとかは遅いです。ああ、そういう。そのうちの、早い部類のものの機能が一番最初に影響を受けるっていう話で、はい、で、影響の結果がしびれです。はい、ああ。ちょっと難しいな。はい、難しいですよね。ちょっと難しいですね。はい。まあでもちょっと。はい。で、それは今現象の話なんで、マッサージの話に戻さないといけないんで、基本的には、神経を硬薬って言われるんですけども、圧迫してるところの、うん、圧迫を取れば一ついいんですけど、圧迫と大体関わってくるのは、神経が癒着しちゃって動かない、あるいは神経自体が短くなってることが多いです。神経自体が短くなっちゃってる。はい。もともと、もう、組織は全部使ってないと、どんどん短くなってきます。一体化して。なるほど。だからストレッチするじゃないですか。筋肉も短くなりますよ。ああ、それでストレッチ。で、人体とか関節層とか、全部、皮膚も含めて使わないと短くなってきます。あ、そうなんだ。はい。あ、だからラジオ体操とかストレッチがいいよ。いいです、いいです。伸ばすためにですね。伸ばすためと、
伸ばした時に必ず組織ごとにちょっと伸ばされる距離とか、うん、あの方向が違うから、うん、あれやると剥がれるんですよ、癒着が、それやってるといいんですけども、使ってないと癒着しちゃうと、癒着すると動かす時に一緒になって動いちゃうから、うん、あの全然動きがなくなっちゃって、うん、で伸ばされたら、はい、組織の中は圧がすごく高まるんですね。餅みたいにグワーって伸ばして中は圧が高まりますよね。でリラックスすると圧が今度はなくなるから、あの減圧、加圧減圧っていう言い方しますけども、っていうので、そうすると細胞の中とか組織はあの栄養を、酸素栄養をそこで攪拌できるんですよ。だまだ動かして、癒着して動かしてれば、あの酸素栄養が届かないって言ってても、動かしてるとなんか酸素栄養が攪拌してなんとか届くんですけども、使ってないともう酸素栄養届かないです。使ってない、動かさないと。それがしびれになるってことなんですか。しびれを取るのに、はいはい、梅島さんしびれを取るときに膝ブラブラするって言ったじゃないですか。ああ言いました、言いました、はい、動かすっていうことはそういうことです。あ、じゃあ一つは動かしてみるっていうのが解決方法、はい、でマッサージするときどうします、動かせますか。マッサージするときですか、はい、マッサージ屋なんで、この今日の質問が。ああ、あんまりないですね。ないです。マッサージって見てると基本的には受け身でさすったり揉んだり圧加えたりっていうのしかやれないから、はい、だからそれはできないです。あ、そういう、ただ、ね、マッサージは圧を加えて抜く、圧を加えて抜くっていうので、はい、一応はそれでの連続をやってるから、うん、それで循環少し良くなるんですけど、うん、それで取れたらラッキーで、うん、取れないようなやつであればもう癒着があのすごい強いのか、うん、滑走全然しないとか、うん、締め付けてるところがあのそのままのあのマッサージでは取れないで残ってるっていうことなんで、うん、マッサージでしびれが取れなかったら、うん、そのマッサージだけでしびれを取るっていうのは本当難しい、うん、もっと大きな動きが必要だ。そうです、そうです、はい、ああそこは理解できました。はい、あ、じゃあ原因は、あ、まあ、局所が圧迫されてるとかそういうのが原因でしびれがまた起きるってことですよね、はいはい、でしびれてる場所やってもダメですよ。しびれてる場所を少しマッサージしたからっ て, 言ってじゃなくて、あの締め付けてるところをマッサージするんです。先生が冒頭で、はい、それはお尻の場合もあるし、腰とか首の場合もあるし、 あと部分的にちょっと場所があるんですけど、そういうところをちゃんと起こさないと。でも分かるんですか、はい、えっと違う場所じゃないですか。違う、でもあの解剖ではもうここがこうなんか筋肉の間こう通ってるとかっていう場所があるんですよ。でもそれって知識として知ってないと、知ってないとダメですね。ダメですよね。ダメです。じゃあこの方知ってるのかな、その辺が。重生死だから知ってるかもしれないです。かもしれない。例えば座骨神経って有名なんですけども、お尻の、ある神経、ある神経、ある筋肉の真ん中をぶち抜いてるんですね、お尻のところ。で、お尻の筋肉ぶち抜いてるから、その筋肉いっぱい使ったり、硬くなると、座骨神経締め付けるって有名な、ところがあるんで、それを知ってれば、はい、なんかあのもも裏がずっとしびれてるとかっていう症状が出た時に、はい、お尻の底をちゃんとほぐすっていうのをやれば、なるほど、取れることが多いですけども、はい、それ知らないとずっともものしびれてる箇所をずっと揉んでも取れないです。あ、そうですか。そうするとまた勉強することが増えました、はい、だから攻略する場所はそんなでも多くないですよ。腕のとこであればここの鎖骨の下とか、あとちょうど神経が出てくるここ上腕二頭筋っていうんですけど、筋肉のここの間とか、肘のところとかっていう数箇所しかないんで。あ、そうですか。はい、で首のここと、あ、一番患者さんにそのしびれますっていう箇所で多いとこってどこなんですか。でも手の指とか足の指、はい、まさに末端ですね。末端ですね。あ、まあ末端で大体そうですよね。足かってか指のどっちかですよね。はい、はい、肘だけがしびれとかないです。ああ、じゃ あほぼじゃあこの2つなんだ、足か手の指先。大体そうですね。あ、まあ、それでいうと手だと先ほどおっしゃられたその鎖骨の下あたりか、この
この辺ですか、上腕の。そんな簡単じゃないですけど、首と鎖骨 と、はい、あの上腕、あ、前腕、上腕の、はい、まあ、中間のところと、肘のところと、あ、結構ありましたね、はい、あの 5、6箇所ありますね。 あと手首のここと。ちなみに足の指先がしびれた場合はどこが考えられますか？腰の部分と、はい、お尻の部分と、はい、ずっと降りてきて、ももの内側の部分と、膝の裏の部分と、ちょっとした、膝の外側のちょっと下のところと、ぐらいかな。あとずっと降りてきて、ふくらはぎの中間のところと。ありますね。いや、まあでもそんなの全部共通ですよ。一回覚えたらもう。でもそれ、さらにその5つか、今5つか6つぐらいありました。大体6つ、そうですね。はい。その5つか6つ、どこなんだろうって、またそれ探さなきゃいけないんじゃないですか。はい、どうやって探します？一個一個やっていく、一個一個やっていく、ちょっと違うな、どうやって、あ、分かった、はい、なんかそこを触ったりするとしびれの感覚が強弱したりする。あ、そう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 、やった。痛みとかしびれを、はい、誘発って言われるんですけども、はいはい、再現しちゃえばいいんです。なるほど、はい、というのと、もう一個は、はい、触ると大体そこの部分硬いんで、あ、なるほど、ね、はい、締め付けて組織が硬くなってるんで、はい、でさらに圧加えたりとかなんかすれば、明らかに分かるぐらい硬いんですか？硬い場合が多いですね。あ、多い、はい、ただ触れないところもあったりとかするとちょっと分かんないですけど、じゃあ結構目安になりますね、はい、それは。あ、なるほどなるほど、あ、結構理解できましたよ今。あ、本当ですか。 70% ぐらいの理解できましたね。感覚、その感覚神経のところだけちょっとよく分からなかったですけれども、はい、その他の理屈はなんとなく分かりましたので。感覚神経ちょっと難しいんですけど、一、うん、神経一局所ってあったじゃないですか、はい、あと一神経一機能なんですよ。あ、感覚神経が、もう機能が決まってるんで、うん、いや、もう自分は、筋肉が伸ばされた時に電気信号が流れる感覚神経であったら、うん、その感覚神経が、うん、なんか二酸化炭素を察知するとか、なんか関節が動いた時に電気が流れるとかって絶対ないんで。あ、なるほど、ね、はい、一神経は一機能なんですよ、はい、すごいですね、人間って。いや、そんな繊細に作られてるんですね。繊細かなと思うんですけど、いや繊細じゃないじゃないですか、複雑になってるだけで。もうアナログもいいとこですよ。あ、そっか、そうそう、細かくすごく複雑になってるだけで。あ、なるほどね、そういうことか、まあ、シンプルじゃシンプル、はい、わかりました。そうですね、だいぶヒントに多分なっているんじゃないかな。僕も分かったぐらいです。だマッサージだけで厳しいときは、うん、もう厳しいです、無理ですっていうことですよね、はい、じゃあどうするんですか、もっと専門的なところに紹介を紹介するか、はい、家で、まあ、少しは改善すると思うので動いてもらうかですよね。あ、そっかそっか、はい、ストレッチあるいは歩行するとかなんかっていうことですよね、はい、使ってもらう、うん、でもその前にどこを動かすかっていうのをもちろん教えたい。 そうですね、そこの道、そこはでも他のマッサージ師よりいいんじゃないですか。多分知識があって、そうそうそう、お尻のとこがどうたらとかって知識があれば、じゃあお尻 のストレッチしてくださいとか、はい、わかりました先生、非常にわかりやすかったです、ありがとうございます。しびれの原因もわかりましたんで、しびれはしびれの感覚神経はないので、はい、そういうことです。それだけ覚えていただいて、はい、わかりました。まあ、あとはしびれてるその場所ではなくて、原因はそこ神経がつながっている大元の部分、どっか大元かもしれないし途中かもしれないですけども、こう締め付けてるところですね、はい、でそこを動かしてあげれば治りやすくなる。そうです、そうです。で、その、大元になってる部分の見極めとしては、一つは結構硬くなってるという場合が結構あるので、硬、はい、いところをが、そこを重点的に動かすと。はい、でもう一個は、まあ、触ってあげると、結構患者さんのしびれが強くなったりとかするので、はいはい、そういった反応を見て、場所を突き止めるっていうパターン。はい、お、すごいすごい。はい、そうです、そうです。はい、ありがとうございます。ということで、かなり、はい、この方も勉強参考になったのではないかなというふうに思いますので、はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、先生、本日もためになる情報、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。